今日のテーマはですね、ニール・アームストロングの反射を描いたファーストマンという映画です。ララランドのですね、デミアン・チャゼル監督と主演のですね、ライアン・ゴズリングのコンビで作られてですね、公開は2019年ですね。も、ま、う、あ、あの3年前の映画になるんですけど、羽年前よいや違う、もう5年前だ。うわー。はい、すいませんえ。今日の動画でですね、このファーストマンを補足する形でさらに深くアームストロング船長について語っていきます。自分が死から逃れるたびにですね、誰かが死ぬんじゃないかと。 逆に誰かが犠牲になって代わりに死んでくれたおかげで自分は生き残ってるんではないのか。 映映画画ファーストマンをです、ね、語ってみようと思います。この映画はです、ね、アポロや月着陸を描いた映画ではなくてですねファーストマンになってしまったニール・アームストロングという一人の男の人生の8年間を切り取って描いた世界なんですね1961年に最愛の娘2歳のカレンを亡くしてですねでその後、1969年にですね人類初の月着陸を果たしたこの1961年から69年までの8年間を描いた映画です。 全部見たら初めて最初の方にある娘が死ぬっていう出来事と月着陸というのがつながっていることが分かるっていうですねかなりその文学性が強いというのかなもうちょっと考えながら見ないと分かりにくい映画になっているんですね。で例えばその考えながら見るというの,ののヒントは映画の中でですねしょっちゅう月が出てくるんですけども月っていうのは何かっていうと。 例えばこれ「あのエヴァンゲリオンの」の、まあ、よくあるワンシーンなんですけどもですねなんでこれが綾波が月を背負ってるのかっていうと月月がが死死ののの象象象徴徴徴だからででですね。太陽が生命ああり、月は死の象徴であると。これはもうその西洋文学にかかわらずですね東洋でも割とスタンダードなんですけどもあの月を背負って現れたのは例えば「機動戦士ガンダム」ではマチルダさん。 この綾波もです、ね、出てきた時にです、ね「あこのキャラは死ぬな」っていうふうに例えばこの「綾波」だったらオープニングでわかるんですけどもこの「ファーストマン」と映画の中でもです、ね、同じく「月」っていうのはです、ね、死の象徴として現れるんですね一番最初の映画の方で,です、ね、あの娘と二人で2歳の娘と月を2人で見上げるシーンがあるんですけども。 その後です、ね、娘が死んだ後もですも、ね、月だけがニール・アームストロングニールを照らしてるんですねで何度も死,ぬ死にかけるびにニールが死にかけるびにです、ね、なんかこう月が見える月を見上げるシーンが出てくるとでその月がです、ね、早くこっちへ来いよっていうふうに呼んでるように見えてるとそんなふうに撮ってるんですけどもだから画面にです、ね、月が現れるたびにニールの死が近づいてやっと逃げると思わずそこを見上げると月が 恨めしそうに、じっと見てるというそういう風な構造になっています。そんな死の象徴である月に最後は自分からですね。向かっていってしまうんですねで。その自分から向かって行ってしまって、着陸してその上をですね。歩くことになってしまったという男のですね。不思議な話なんですよ。なんで、このニューラームストロングって、男は1969年に。 月に着陸してからです、ね、それから通り一遍の質問は受け付けるんですけども自分は何を感じたのかとかそういうふうなことに関しては全く語らないままにですね2012年の8月に死んじゃうまでほとんど沈黙を貫いてと言ってもいいぐらいインタビューには答えず。 オフィシャルなな場所にもほとんんんど出ずです、ね、死ででしまった男なんですね。だからその彼が何でそんな男だったのかっていうのを語った映画でもあるところが、まあ、面白みだと思いますさっきも話した月という死の象徴にです、ね、最後は自分から向かって着陸してその上を歩いてしまうというです、ね、こういうです、ね、映画を描く監督のです、ね、デイミアン・チャゼルですね。 目星エンターテイメント性と高畑勲の文学性を両方持ってるっていうですね、割と珍しい作家だと思います。いわゆる70年代にスティーブンスピールバーグとかですね、ジョージルーカスが出てきた。 ような感じで捉えていいと思います。1961年のですね6月、ニールの2歳の娘カレンはですね、シアトルの公園で転びました。この転んだのはですね、まあ、本当に偶然転んじゃっただけなんですけが、ね、その時すごい大きいコブができたんですね。その当時ニールアームストロングはですね、シアトルのボーイング工場でですね、X20 ダイナソワと言われているやつです。 後にですね。ミサイルの先につける。もう本当に折り紙みたいな飛行機なんですけども、これで宇宙まで行って、この折り紙みたいな。ダイナソワというやつで地球にですね。帰ってこようっていうのを考えたわけですね。ニールが働いていたボーイング社の工場っていうのはエメレット工場って言って、僕もあの昔行ったことがあるんですけども、世界最大のワンフロアの工場だったんです。で、ワンフロアの工場でですね。ジャムジェットが6。機。 同時にです、ね、建設できるという工場で,です、ね、工場内にハンバーガーショップが14軒あるというです、ねまあ、あまりにでかすぎる工場なんですね。でニールは週末以外はここに毎日毎日つあの詰め込まれて X20 の開発をさせられているんですね。で週末だけ家族と一緒にカリフォルニアに帰るっていうことをやってたんですけども転んだその日公園で転んだその日娘のカレンはですね目が見えなくなっちゃった。んですね。で これは大変だということで最初はカリフォルニアで検査を受けたんですけどもシアトルの専門病院に行った方がいいというふうに言われてシアトルの専門病院でですねカレンは脳の中に空気を送り込んでですね膨らまして X 線写真を撮るというですね当時にしても割と最新でありなおかつ子供にとってはすごい辛いですね検査を受けますそれでカレンはですね脳幹腫瘍というふうに診断されました脳幹腫瘍にかかっちゃった子供はですね平均寿命があと1年半しかありません 直ちにです、ね、脳に X 線を直に当てるというです、ね、治療がスタートしましたでこの時にです、ね、ニールは、まあ、シアトル何やってたかというとシアトルで X の20の開発をしながらカリフォルニアに戻って X15 とか F104 を飛ばすテスト飛行というのをやってたんですね。 ジェット機とかロケット機のテストパイロットの死亡率というのは24%というふうに言われています。24%というのは1回のテスト飛行ごとに4分の1近い確率で死ぬということですね。そんなフライトをニールは毎週のようにもう何年も続けているわけですね。だから 毎週のように死ぬところからぎ、ね、ギリり舞い戻るというテスト飛行の合間にです、ね、シアトルに帰って娘のです、ね、治療がなかなか進まないもうあと娘は1年ぐらいで死んでしまうかもわかんないって思いながらあやしたり抱っこしたりしていくその間にも娘はまず歩けなくなってしゃべられなくなってっていうだん,だん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 症状が重くなってくるんですね。 カレンにはですね、2歳上の4歳のリッキーっていうですね、お兄ちゃんがいたんです、長男がいたんですけども、この4歳のリッキーは妹に何が起きたか全然分からなくてですね、もう両親は急に塞ぎ込んじゃうし、妹は寝たきりになってしまってイライラして、家庭内で割とね、暴れ回り始めたんですね。これは映画の中でもですね、割とちゃんと書かれています。で、夫は家にいない。 とにあえず、週末だけ帰ってきて娘をあやしてくれるんだけど夫はカリフォルニアに行ったりシアトルの貿易工場に行ったりして夫はいないで娘はどんどん死にかけていてよくなる様子はないとでどんどん息子は粗暴になっていくとでこれらのストレスでニールの妻のジャネットです、ね、ニール・アームストロングの妻ジャネットはだんだん夫にです、ね、不信感を抱くようになってくるとこの辺りがもう映画のです、ね、冒頭5分10分あたりなんですよ。で ニール自体はです、ね、自分自身を語らない男なんですから実はモハーベ砂漠の,そのテスト飛行場で毎週のように自分がテスト飛行で死にかけてるってことを妻ジャネットに言ったことがないんですねおそらくもしそれを話してたらジャネットはさらにストレスがあるとだってもうあと何ヶ月もつかわからない娘より先にその夫自身が週に1回週に2回ぐらい 4分の1の確率で死ぬようなテスト飛行というのを続けているというのを分かっちゃったらおそらくジャネットは耐えられないだろうと思ってニールはですね妻にそのことを一回も言,わ言ってなかったんですね一時的にですねその娘のカレンはちょっと良くなったんですけどもすぐにまた悪化しますニールとジャネットはですねついにコバルト線治療というのを決心します コバルト線治療というのはです、ね、脳の一番奥の部分にガンマ線を直に奥深く当てるという方法で,です、ね、これはです、ね、命を延ばす延命処置になるんですけどもです、ね、永遠に体の障害が残るつまりここから先体の障害がどんどん増えていって悪くなるその代わり命だけはちょっと延ばせるかもしれないそれがコバルト線治療です。 そうまでしてですね1961年の6月から年末までなんとか延ばした命だったんですけどももうクリスマス前に医者たちはですね「これ以上治療はせずに家族と一緒に過ごした方が本人が幸せになります」っていうふうに言いましたクリスマスをですねニールたちが持ってるですねマルタ小屋みたいなのがカリフォルニアに建てたんですよそこでクリスマス一緒に暮らしてですねもうもはや歩けないし話すこともできなかったんですけど何回かですね彼が笑うことができた そういうわけで、なんかこう、ちょっといいクリスマスを過ごせたんですけども、年が明けたらですね、どんどん病状が悪化して、1962年の1月28日ですね、公園で転んでからわずか6ヶ月後にですね、カレンは死んでしまいます。カレンの葬式の日ですね、 友人のですね、ウォーカー一家というのがあって、その友人のウォーカー一家の奥さん、グレース・ウォーカーという人がですね、まあ、証言を残してるんですね。ジャネットはすごく取り乱していたと。ニールの奥さんのジャネットはすごく取り乱していて悲しんでいたと。でもニールはちっとも悲しんでいるように見えなかったと。ニールはどこまでもクールで私たちの世話をして、カクテルがもうなくなってないかとか、あとなんかご飯とかの世話をして。で、暇があったらちょっと外を見てるんだけれども、悲しんでるように見えない。 映画の中ではですね、この悲しんでいるようには見えないニールを描きながらですね、娘が埋葬されて墓地の中に穴を掘るわけですね。その穴の中に娘の棺がぐーっと降りていくシーンですね。カキリ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 っていう風に。 娘の棺をですね。深い穴の底を下ろすんですけど、その穴の底をずっと見つめているニールだけを移すんですけども以後ですね。この先、映画の中ではですね。常にこの穴っていうのが死のメタファーになっています。何か穴があったら、ニールはそこを見てしまうというようなですね。何か穴があると、そこは人を埋める穴だっていうような死のメタファーになっていくんですね。カレンが死んでですね。たった1週間後にニールは仕事に復帰しました。 奥さんのジャネットは仕事に行かないでって言ったんですけども奥さんのジャネット自体が後に言ってますはっきり言って逃げるようにニールは仕事に復帰したと。仕事に復帰してもう次の日に上層部にテスト飛行させてくださいと「お前娘が」っていう風に言ったんですけどニールはいや飛びたいですっていう風に言ってその4分の1の確率で死ぬようなですねテスト飛行というのをまた繰り返す日々に戻ったんですね。 でその後、ニールはですね1ヶ月の出張を取ってまたシアトルに行って X20 の開発をしてしまってですねずっとジャネットに会わないままだったんですねでようやっとアームストロング家がまあちょっと平和を取り戻したようになったのはカレンが死んでから2ヶ月後ですねもう4月になってからですねオハイオ州のですねワパコネタっていうですねちょっと言いにくいワカポネタというインディアンの言葉現地のインディアンの言葉ですねの牧場で,です、ね、休暇を取った時なんですね。 このワカポネター牧場で休暇を取った時が実は映画の冒頭で出てきた X15 の事故の直後だったんですよ。だから X15 の事故っていうのはニールが本当に宇宙空間に弾き飛ばれて,てもう帰れないかというふうな時にギリギリになってなんとかエドワーズに帰ってきてモハーベ砂漠に胴体着陸みたいに X15 ですねねじ伏せるように着陸させてそのまま休暇を取ってで家族と一緒にまたそれを離さずに。 俺、死ににかけたんだとというこうを言わずに休暇してたんです、ね、その時ですねそのワパコネタ牧場でですね偶然羊が死んだんですよ子羊が死んだそれは伝染病か何かだったんですけどもですねニールの妹ジェーンもです、ね、同じ牧場であの一緒に休暇を取ってました家族全員で休暇を取ったんですけどその時にすごく異常に思えたのがですねニールが決して羊たちがいるですね厩舎っていうんですかね小屋に近づかなかったことだと。 それまでそんなことなかったようにニールはまるで怖がるかのように羊たちに近づかなくなったとまるで自分が死というものを伝染していると思い込んだように自分が近くにいると何か死んでしまうというふうに思ってたようにニールは何回,や何回家族が呼んでも絶対に羊の小屋に近づかなくなったと。 だから、自分が死ぬことは全く恐れないんですよ。テストパイロットですから、四分の一の確率で死ぬようなことを何度も何度も繰り返している人なんですけども、人の死に関して、誰かが死ぬということに関して、極端に過敏になっていったんですね。自分が死から逃れるたびにですね、誰かが死ぬんじゃないかと。逆に、誰かが犠牲になって、代わりに死んでくれたおかげで、自分は生き残っているのではないのかと。つまり、カレンがその死んでしまって。

イルはです、ね、ジェミニー計画のパイロットに X20 ですね娘が病気になってからも毎週毎週ですね5日間シアトルに通ってた計画のですね X20 ダイナソー計画はもうマーキュリー計画が成功しちゃって以降ですね打ち切りが決まったんですねつまり空軍はもう宇宙に行けないというのがはっきり分かっちゃったんですねでもはやジェットパイロットとしてはこれ以上のキャリアアップ出世は望めないと時代は宇宙飛行士こそ 真真ののヒーロー、ロロパイロットだと言いい始めていた。それがジョン・グレンが地球を回ることによって証明しちゃったんですね。なので4月になってですねニールはジェミニ計画の まあ、願書っていうんですけど、願書を受付してたんで,ですね、それに応募します。ですね。しかし、5月にですね、まあ、ちょっと遅れて届いちゃったんですけども、NASA はそれを多めに見て受領してくれました。しかし、5月に願書が届いてもですね、返事来ないんですね。でも、いきなりですね、ニューメキシコに行けと。アルバカーキというニューメキシコの町ですね、ラブレース病院、ラブレースクリニックという病院があります。そこで、検査を受けろというふうに言われるんですね。でも、それは極秘だと、誰にも言うなと。 ジェミニ計画に関係あるのかと聞いてもです、ね、答えてくれないんですけども何のことか分からずにラブレースクリニックに行ったらですねものすごく精密なです、ね、身体検査を受けさせられたとあこれジェミニ計画じゃないかなと思ったんですけどそれが終わったらまたモハーベ砂漠に戻ってです、ね、今度は F104 で,です、ね、何回かテスト飛行。 これはまあ幸うにもですね事故が全くなかったんですけど次はフランスの会議に行けと言われてフランスまで行って帰ってきたらですねまた今度は X15 のテスト飛行です X15 はですね今度はマッハ7.5にまで持って行けと言われて X15 の最大速度に近いですが、7.5まで持ってきた時にですねあの操縦席中に煙があふれ出しました。 どっかが燃えていいるんですけど、どこかかわらないと。燃え続けてる、ね、X15 をなんとかまた着陸させてまた死にかけたわけですねそしたら今度はサンアントニオというカリフォルニアの町で,です、ね、心理テストを受けろというふうに言われたんですよ。ここで,です、ね、その本当にその燃えているコックピットをガーッと着陸させてすぐに受けた心理テストというのはなかなか厳しくて中でもです、ね、全員がです、ね、これ辛いいと言ってたのがです、ね、隔離テストなんですね。 隔離テストっていうのはライトスタッフとか映画でも出てきたんですけども実際は窓も何にもない鉄の小部屋みたいなところで,です、ね、音もしないんですよ。音も、あの光も全くないので一切の感覚が途絶されてしまって人間はそこで自分が立ってるのか座ってるのか横になってるのかもわからない何分経ったのか何時間経ったのか全くわからないっていうものすごい不安に数分で落ちるというふうに言われてます。 そういう完全なですね、登山された場所でですね、隔離テストというのを受けてですね、2時間経ったら出てこいというふうに言われるんですね。この2時間というのが全くわからなくてですね、みんな30分ぐらいで出てきちゃうんですよ。もういくらなんでも2時間経ったのと、いや俺は。 1> 丸1日ぐらい過ごしたと思って出てきたらですねまだ30分しか経ってないのとか45分しか経ってないというふうに言われてですねびっくりするんですけどニール・アームストロングがですねこの2時間経ったら自分でドアを開けて出てこいという隔離テストにですねきっちり2時間で出てくるんですねでこれどうやったんだと言われたらいやあの下宿のベッドに男が15人を歌ってたというふうに答えたんですよでこの下宿のベッドに男が15人というのを僕も調べたんですけどもなんとか分かったのはですね えー、アメリカの数え歌でですねあの「ボーイスカウトがベッドに10人」っていうのがあります。アブラハムの子はは人人だっけ人はで後はちびっけ一で、ああいう手の数え歌っていうのがアメリカによくあるんですけどもボーイスカウトがベッドに10人っていうのはボーイスカウトがベッドに10人寝ててで「ロールアウト」というふうに1人がちょっと向こうに詰めてちょっと向こうに詰めてって向こうが1人で落ちちゃったっていうような数え歌なんですけども。 これがですね、どうも当時のアメリカのです、ね、大学生の間で下宿のベッドに男が15人寝てると、ロ向こう行ってくれ、向こう行ってくれ、一人落ちたっていう替え歌になったらしいんですね。それをですね、ニールが自分のペースで歌うとですね、30秒だったからなんか1分とかで収まったらしいんですよ。あ、違う、なんか3分ぐらいか収まったらしい。それをきっちり何十回か歌ったら、ちゃんと2時間になった。 のでですね、出てきたらですね、もう本当にほぼ2時間ぴったり出てきたらしいんですけども、こういうですね、ニールっていうのは自分を見失いないところがあったんですね。みんなどうやって自分が冷静なところを見せようかとか、どうやって自分がそんな感覚登山テストみたいなのを受けて平気なところを見せようとしてるところに、ニールは要するに2時間ぴったり出てきたらいいんだな。じゃあ俺は、 できるだけ正確に数を数えたらペースが狂っちゃうから一番知ってる歌を何十回も続けて歌おうというふうにだけ考えて2時間出てきたとこの辺のですね、まあ、クソ度胸というか落ち着きというのが認められて最終選考に残ります8月に最終選考があってその時に32人ぐらい残ったんですね何百人がいたのがその32人を招いたパーティーに参加したんですけどももともとですねアメリカの宇宙飛行士ニールが応募したのは第2期って言われますそれがニューナインって言われたんですね9人なんですよ で、9人の枠で、まだ32人残っているわけですから、まだ誰が通るかわかんないんですけども、ニールはですね、それのパーティーに参加して、終わってまた、モハーベー砂漠で毎日毎日テスト飛行に参加していました。で、ついに9月ニールにですね、ヒューストンに来てくれっていう電話があります。もうこのヒューストンに来てくれっていうのはやっとわかるわけですね。9月15日までにですね、ヒューストンのライスホテルに、 極秘で来いと。で、その時にニール・アームストロングと名乗るなと。ホテルでチェックインするときにマックスペックっていう 偽名を使えというふうに言われるんですよ。そのライスホテルでですね、何日も前から変なことが起きてたんですね。なんでかというと、やたらがたいのいい男がですね。マックスペックです。チェックインしますって言ってですね。全く同じマックスペックという名前の男が。八人、もうすでにチェックインしたんですね。で、で、最後の日にですね。リールハロストルがマックスペックスでっていうのになったんですけども。バイトの子の一人がです、ね。当時働いて、アルバイトの男の子が一人。何か変だと思ってですね。支配に行ったんですよ。変ですよ。 とマックス・ペックって同じ名前の男が何人も何人も来てますソビエイトのスパイじゃないですかって言ったらです、ね、支配人は「うんあのこのことは誰にも言うな」と「で、「以後お前はやんなくてもいい」って言ってマックス・ペックはです、ね、全部支配人が直に担当することになったんで余計にホテルの従業員は全員何か,なんか変だということがバレてしまったんですけどもでで結局あの9月15日にです、ね、ニーラ・アームストロングが参加してマックス・ペックが9人揃ってで翌日9月16日 近くにあるヒューストン大学のライス講道という講堂でですね記者会見が行われましたニューナインですねアメリカの第2期宇宙飛行士の公式のお披露目ですそこで出会ったのがですね同じアームストロングと同じ民間人出身のエリオット・シーですねこいつがエリオット・シーですであとエド・ホワイト これがですね、ニール・アームストロングのですね、数少ない親友になりました、この二人がですね。こちら左側がエリオット氏、右側がエド・ホワイトです。 でエド・ホワイトはですね道路を挟んだお向かいさんヒューストンに引っ越してからですね道路を挟んだお向かいさんになったんですねでエリオット・シーはですね同じ民間人でおまけに娘がいたとでちょうどその娘がですねニールの死んだ娘のカレンと同じぐらいの年頃だったんでですねニールはその子をか可愛がりといいですね、えー、割と家族ぐるみの付き合いをです、ね、この両方としてたんですねでこの3人はですねお互いのまあ家を訪問して一緒に 晩御飯を食べるほど仲が良くなった。ニールにしちゃもうめちゃくちゃ珍しいんですよ。まあまあ本当に親しい人間を作らない人間ですからですね。一緒に晩ご飯を取るほどに仲良くなったと。しかしこの二人とも最後までニールに娘がいたこともですね、その娘が病気で死んだことも知らなかったと言いますから、ニール本当に打ち解けることが少なかったんですね。でもそれでもですね、ビール飲んだりですね、毎晩のように遊びに行ったり、家族と一緒に食事するというような生活を続けてました。でも何かというと とニールはでお月さんばっかり見てるでそれをです、ね、エリオットは不思議に思いましたで一緒に2人で参加しエリオットと2人で散歩しててもですねニールはです、ね、月明かりに照らされたブランコを見て急に止まっちゃうんですね。 でそのブランコっていうのは実はニールの家の昔の家ですねカリフォルニアの,あのマルタ小屋の前にあったいわゆるカレンがよく遊んでいた死んであった娘のカレンが遊んでいたブランコにそっくりのブランコだったんですよ。でそれをカレンが好きだったブランコに似てるとで見上げると月がその自分の死の世界に誘ってるっていう風な形で 照らしているわけですね。で、ニールはこの時にですね、一方的に散歩をやめて、まあ、あの家に帰ってしまいました。で、この時のニールの様子を後に、エリオットは何かに取り憑かれているみたいだったというふうに語っています。その通りですね。ニールは月につまりもう死の世界に何か取り憑かれているようになってきて、ニールは死の世界に近づいて、かろうじてそこから逃れると、他の誰かニールの大事な人が死んでしまうと。エリオットはまだそのニールにとって大事な人が死んでしまうということが。 自分のことだ。 もうすぐ自分が死ぬんだっていうふうなことに、エリオットはこの時にまだ気がついていませんでした。ですね。えー、映画ファーストマンですね。現在アマゾンプライムやユーネックスへ配信中です。会員なら無料で見れますけども、動画の中でも軽く話したんですけども、映画自体はですね、実はロケットとか宇宙開発に関する話は薄めなんですよね。も、ま、うああの、ニール・アームストロング主役にしてながら、彼がですね、あの、自分のことをほとんど語らない人でもあったんですよ。NASA の要請で、あの、初めて月着陸した後はですね、世界中いろんなツアーで回ったんです なんですけども本当にね自分の内面を語らない人なんですね。その内面をですね丁寧な取材でですねどんなことを本当は考えてる人だったのかっていうのをゆっくり語った実は文芸映画でもあったんですね。だから9割はヒューマンドラマなんですよ。だから今日の動画でですねそれで足りない部分をですねあのロケットとか宇宙要素をん出して語ってるんですけど日本ではね工業的に大成功したとは言えないんですけども2018年度のアカデミーですねあ2018年のじゃねえや2019年の映画だからですね2020年のア アカデミーには4部門ノミネートされてですね、四角効果賞を受賞していますが、まあ、絵力がすごいということだと思います。このゼミでですね、8月いっぱい続けてきたロケットとアメリカ特集を見てくれてならかなり楽しめると思うので、あの、まだみたいな人はぜひ配信で結構ですから、ファーストマン見てください。